様でしょうか。こんにちは。あれ、誰か呼んでるみたいだぞ。行ってみようぜ。やっと会えました、エイオティス様。私はノエル、セピロス騎士団のメイドです。ごめんなさい、私はまだ正式なセピロス騎士ではありません。早くこの鎧に見合う騎士になるため、メイドの身分で騎士団で騎士修行をしています。はい、まだ騎士選抜を通過できておらず、本物のセピロス騎士になるために先輩方からご指導を受けております。アンバー様からウサギ伯爵の作り方を学んだり、ガイア様からいろいろな任務を引き受けたり、火花騎士様にもご指導を受けました。ジン団長に反省室に送られましたが、実はかねてよりずっと栄誉騎士様のご指導を受けたかったのです。しかしお邪魔になるかと思い、声をかけられずにいました。モンドの街を歩くあなた様を何度も見かけたのですが、私も仕事で手が離せなく、今日は騎士団での掃除が終わり修行に行こうかと迷っていた時に、ちょうどあなた様を見かけまして、もしお邪魔でなければご指導をいただけませんでしょうか。あの、先輩のあなた様の意見が聞きたいです。メイドとしての仕事と騎士になるための鍛錬、私はどちらも怠っていません。しかし修行の進捗が思うようにいかないのです。はい、どれも体を鍛える普通のトレーニングです。腕立て伏せ100回、腹筋運動100回、スクワット100回、それとモンド城の周囲を毎朝2周走っています。忙しい毎日ですが、それでも何か足りないと思うんです。休みですか？しかしまだ仕事がたくさん残っています。それにもっと能力を高めるためにも、時間があるときには鍛錬すべきだと思うんです。一日でも早く本物の騎士になるためには、超人よりも努力しなければなりません。しかし貴重な時間を無駄にすると罪悪感を覚えてしまいます。確かにそれは考えてませんでした。休みは修行のため。あ、リサ様がいつも図書館でアフタヌーンティーをしているのはそのためだったのですね。なるほど。はい。どのようなお茶が好みですか？今準備を。え？準備しなくていいから休んでほしい？わかりました。では鹿狩りに行きましょう。
なんだかクイーンの機嫌が悪いみたいだったから、どこかお出かけしてお話ししないか誘ってみたの。まあいわゆるデートってやつ。え、デートですか。そういうお悩みでしたか。そうなの。もう何回も誘ったんだけど、屋台の方ばかり見て全然話を聞いてくれないの。ノエルは可愛いし、みんなからもしょっちゅう褒められるでしょ。きっとモテるよね。なら私の代わりに。あ、はい、もちろん市民を助けるのはメイドの責務ですから。しかし、その私そういうことは経験がなく。ノエルでさえ私を助けてくれないの？心配しないでください。私たちにはまだこの栄誉騎士様がいます。栄誉騎士様、ペア様を助けていただけないでしょうか。ありがとうございます。はい、ベア様が言うには、クイーン様がずっと忙しそうにしていて話を全く聞いてくれないとのことです。しかし私の印象では、ベア様は普段からよくクイーン様とお話しされております。その可能性はあるかもしれません。つまり今回は違うということをクイーン様に気づかせてあげればいいのですね。例えばプレゼントを用意するとか。それだったらクイーン様も普段とは違うということに気づいてくれるかもしれません。しかし、どのようなプレゼントがいいのでしょう。はい、私もそう思ってました。一人一人の好みは違いますので、その人に合ったプレゼントの方がいいかと。私でしたらバラが好きなのですが、栄誉騎士様はその手芸品などはお好きでしょうか。私はただ相手の立場に立って考えようと。クイーン様、どんなプレゼントが好きなのでしょう。確かクイーン様はモンド城の守護四天王の一人。お酒と関係のあるものなら気に入ってくれると思います。具体的なものはまだ考える必要がありますが。もうこのまま考えても決まらない気が。マージョリー様のお店に行ってみましょう。一体どうすれば話を聞いてくれるの？いらっしゃいませ。栄光の風へようこそ。あら、ノエルさんと栄誉騎士さんじゃないですか。今日はどうしたんですか？ノエルさんが誰かと一緒に歩いているところなんてあまり見かけませんが。ノエルさんはいつも一人で仕事を終わらせますので、次々に仕事を受けてあまり休憩している時間もないみたいなんです。はぁ、ノエルさん、もう子供じゃないんですから、もっと自分のために時間を使わないと将来後悔しますよ。今日はきちんと休みを取りました。途中でいろいろな問題に遭遇しましたが。今日は休みで栄誉騎士さんと一緒ですか？ああ、なるほど、そういうことですか。それはおめでたいですね。今日は栄誉騎士さんのプレゼントを選びに来たんですね。好きなだけ選んでください。必ず満足させてみせます。ああ、今日は記念日ですか。一体いつからそういうご関係に。詳しく教えて。私と栄誉騎士様はそのような関係ではありません。違うんですか。はい、まあ半分は信じてましたけどね。
それにノエルさん、誰かに背中を押されないと前に進めない性格ですので。しかし、相変わらずこういう方面のことは全くダメですね。私はただ、そういうことで騎士の修行に支障をきたしてはいけないと思っているだけです。もう、困ったものです。まだやるべきことがあるというのに。はいはい、もうからかうのはやめます。それで今回は何のご用で？なるほど、ベアさんの代わりにクイーンさんにプレゼントを。それでしたら新しい商品が2つ入荷してますよ。一つは特製標瓶、もう一つはリスの木彫りです。特製標瓶は良質な色でお酒を長時間冷やすことができます。リスの木彫りは置物としてクイーンさんの屋台に置いておくのも悪くないと思います。手記と置物、どっちにしますか？手記ですね。四合四天王の一人、クイーン様にぴったりだと思います。あの時、私が言ったことを覚えててくださったのですね。嬉しいです。特製標瓶ですね。わかりました。袋に包みますね。プレゼントは用意できました。早くベア様のところへ行きましょう。デートくらいしてもらうのが筋ってものよね。プレゼントがあれば私のデートを断れないはず。あなたたちに感謝しなきゃ。え、プレゼントってそんなことにも使えるんですか？とにかく役に立ってよかったです。あ、いけない。どうしました、ベア様？プレゼントに何か問題でも？いや、プレゼントのことじゃなくて、クイーンとデートすることばかり考えてて、どこに行けばいいか決めてなかった。だって、一度も成功してないんだもの。ノエル、手伝ってくれない？でも、別に急がなくてもいいよ。ちゃんと計画を立てなきゃいけないし。はい、私にお任せください、ベア様。デートスポットは心地いい風景を楽しめる穏やかな場所にしましょう。いい場所を見つけたら写真を撮ってベア様に選んでもらうのがいいと思います。そうだ、確か誓いの岬に素敵な伝説があったと思いますので、ちょうどいいかもしれません。
に。次の目的地は星拾いの崖にしましょう。高いところから美しい風景を望める上に、星拾いの崖は夜景も綺麗なことで有名です。すみません、ベア様のために見に来たというのに。大丈夫。
ここの景色も結構いいな。小川と木陰があって早く写真を撮ろうぜ。私も小さい頃から何度も耳にしてきたし、だから今更言ってもなんか新鮮さに欠けるというか。そうですか。うん、やっぱり誓いの岬にする。ありがとう。じゃあクイーンを探してくるね。クイーン、私とどんな誓いをしてくれるかな。風たちの地はもう古いんですね。本にはモンドで一番人気の場所だと書いてありましたが、わかりません。図書館の隅を掃除していた時に見つけたものです。風たちの地とバネッサ様の物語が書いてありました。私はてっきりモンド城にいる人ならみんな好きなのかと。風たちの地に行きたいんですか？はい、わかりました。
ですので紙で折ったバラを作ってみました。はい、バラはモンドで口の硬さを意味します。あなた様と一緒にいたこの時間の中で様々なことが学べました。それは私にとって忘れられない大切な思い出です。私はこの思い出をいつまでも心の奥にしまって二人の秘密にしておきたいのです。あれ、待ってください。もしかしてバラには私が知らない他の意味も。おーい、帰ってから図書館で調べてみます。でもたとえバラにどのような意味があっても、私が送ったこのバラがあなた様と一緒に冒険してくれることを願っています。私が一人前になって栄誉騎士様と肩を並べられるまで。